3%と、一方、中部電力によりますと、今日は電力の供給量が需要予想を十分に上回る見通しで、電力を安定して供給できる見込みだと。続いて交通情報です。県内の鉄道は午前7時半現在、東海道新幹線と在来線、いずれも平常通り運行しています。